デビット・ジェフリー・ベネットは、アメリカ合衆国テネシー州、ドネルソン出身の右投げ右打ちの元プロ野球選手。1998年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツからドラフト19巡目指名を受け入団。2003年に、ルール5ドラフトで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2004年4月6日に、メジャーデビューを果たした。2006年に、 トミー・ジョン手術を行った。2007年に復帰し、アトランタ・ブレーブスと契約を結んだ。2009年7月30日に放出された。2009年8月1日にタンパベイ・レイズと契約を結んだ。2010年5月30日に解雇された。2010年5月25日にフルスのミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結んだ。 2010年6月15日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。参加トリプル a リノエーシズでプレーした。8月30日に解雇された。その後アトランティックリーグのランカスターバーンストーマーズでプレーした。2014年5月16日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。この年は参加トリプル a アルバカーキアイソトープスで21試合に 先発した。ありがとうございます。